ニコラス・ホルトはイギリスの俳優。イングランド・バークシャー・ウォーキンガムで、ブリティッシュ・エアウェイズのパイロットの父親とピアノ教師の母親の元に生まれる。6歳で俳優デビューし、大場は女優のアンナ・ニーグル、ヒュー・グラントと共演した映画、アバウト・ア・ボーイで一躍有名になった。その後チャンネル4のドラマ、スキンズで、ミッチ・ヒューアーやデイブ・パテール、ハンナ・マリー、 カヤスコデラリオラと共に主役の一人を演じるなど、テレビや映画で俳優としてのキャリアを着実に積む。2009年、トム・フォードの監督デビュー作であるシングルマンに抜擢される。子役の頃から成長した美貌が話題となり、またその後、トム・フォードのキャンペーンモデルを務めた。2015年、マット・マックス・イカリのデスロードでは武装戦闘集団、ボー・ボーイズの一人、ニュークスを演じた。 物語の鍵を握る役でもある。2010年頃より X メンシリーズで共演したアメリカ人女優のジェニファー・ローレンスと交際中だったが、2013年1月に破局が報じられる2013年7月頃から再度交際していたが、2014年8月に再度破局した。二千十八年四月、恋人でセクシーモデルのブライアーナ・ホリーとの間に第1子が、 誕生したことが明らかになった。ありがとうございます。